どの業界にも異端児と呼ばれイノベーションを起こす男たちがいる。この番組では革新者が登場、一流同士の夢の対談を繰り広げます。彼らのイノベーション理論とは、次なる挑戦とは、ゼロから1を生み出すその発想に迫ります。イノベーションな男たち、ゼロから1を生み出す力、元 WBC バッテリー対談。この番組ではイノベーターがイノベーションをテーマにトークを展開、明日の日本を元気にするヒントをお届けします。今回出演していただくイノベーターは、保守理論を唱え過激な発言で常に野球界に革新を提唱し続ける球界の異端児、里崎智也さん。そして革新的なサブマリン投法で世界を席巻、さらにプロ野球選手から社会人野球選手というかつてないセカンドキャリアを実現した男、渡辺俊介さんです。さあ、千葉ロッテマリーンズ時代の往年のバッテリーが対談ということで期待も高まりますが、お二人の意気込みをお聞かせください。そうですね、まあ今日は辛口ではなく思ったことを素直に言いたいなと思います。それが辛口よろしくお願いいたします。さあ、この後 WBC を制した男同士がそれぞれの野球観から独自のイノベーション理論まで全て語り尽くします。マル秘練習法っす。マル秘練習法、まさにマル秘ですね。マル秘です。これ見せれないんで、ここでも見せれない。そうなんですか。練習嫌いなやつが必要だと思って一生懸命になった時は一番伸びます。そうしたら俺の学校になるけどねそれでは早速対談に参りたいと思います。トークテーマはこちらのカードからお二人に選んでいただきます。こちらのテーマに沿ったトークを存分に繰り広げていただきたいと思います。それではまずは最初のトーク選択、里崎さんからお願いします。はい、じゃあ目の前の、はい、マル秘練習法です。マル秘練習法、はい。ここで言える範囲で結構ですけれども、練習法、いやまずね、まずはい、あの得意なことと不得意なことあるじゃないですか、はい、で長所も短所もありますよね、はい、でその中で絶対にこれ多くの皆さんがやらなきゃいけないのは、はい、やりたくない練習をどれだけ必死でやるかが勝負なんですよ。それ難しいですね。だからまあ多くの人はいやいやだらだらやるじゃないですか、はい、でそうなると効率も悪くなるし、あのその時間が終わった時に心も体も疲れてて、次の練習に向けていけないんですよ。確かにちょっと気持ちがね、はい、下がってしまいますよね。だから嫌いなこと苦手なことでもいやいや一生懸命するんですよ。仕方ないから仕方ないから、はい、どうせやらなきゃいけないんですもん。そうですね。でそれを効率よく早く終わらせて、うん、次の自分の得意な好きな練習に向かえば、はい、気持ちも心も体もまだ疲れてないんで、はい、その次の練習にステップアップできるっていうのもあるん で、 でよくあるじゃないですか、こんなの意味ないよ必要ないよって多分ね人間一回は絶対使ったことあるんですよ。思いますね、この言っちゃいますよね、はい、でも必要ないとか、はい、この練習意味ないとか、そもそも未来のことなんて分かんないのに、てめえになんで分かるんだよって感じじゃないですか確かにそうですね、はい、その時に、はい、なんで人間は意味ないとか必要ないっていうかっていうと、そもそもその練習が自分が嫌いだから、もしくは苦手だからカッコつけて言ってるだけなんですよ、必要ないとかっていうことですかね。それを聞いて俊介さんどうですか。まあよくそういう文句は言ってたなって、言ってたなと、はい、佐藤の文句はよく横で聞いてたなと思いながら、はい、そうなんですねでもそう思いますね、はい、練習が好きなやつってダラ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 ずっと長く練習やっちゃって、はい、それで満足してる選手が多いんですけど。あ、なるほど、はい。練習嫌いなやつが必要だと思って一生懸命になった時は一番伸びますね。渡辺さん自身はこのマル秘練習法というと、僕の投げ方変わってるんで、はいはい、アンダースローの練習法って誰もやってないような練習の仕方だったり、はい、周りから見るとちょっと滑稽に見える動きとかがあるんです、はいはい、だそういう恥ずかしい動きするときは見えないとこ行ってやる、はい、あ、なるほど、こっそり、はい、もうまさにマル秘ですね。マル秘です。これ見せれないんでここでも見せれないそうなんですか。次のテーマに行ってもよろしいですか、はい、では渡辺さんに1枚選んでいただきましょう。じゃあお願いします。インハイ。インハイで、はい、インハイで、はい、これからの目標。お、これからの目標、うん、今新日鉄スイミー金カズサマジックのコーチしてるんで、はいはい、まず来年の都市対抗、はい、出て優勝することですね。まずは直近の目標は優勝と、うん、
でその先のってなると、はい、うちの投手毎年、はい、今年ここ4年で3人プロ野球選手に行ってる、はい、なってるんですけど、はい、やっぱり将来プロの世界あるいは社会人の中でも伸びるような選手を育てていくっていうこと、はい、なるほど、まあ、今コーチ業が面白くてしょうがないんで、そうなんですね。あと10年後とか聞きたいですよ ね、 あ、そうですね。今のはまだね、まあ、2、3年後のことですからね、はい、直近のこの未来ですから、うん、確かにこれからの、まあ、プランニングといいますか、10年後ぐらいね、はい、もう野球問わずでもいいですよね、うん、なんかここ世界中のアンダースローを集めて、はい、なんか学校開いて、面白い、教えてみたいっていうのは、まあ、今だったら一番面白そうなのそれかな。それいいですね、うん、その時は受けていただいて佐藤さん。そうですね、まあ、佐藤にコーチしてもらった方が早いですね、やっぱり。そうしたら俺の学校になるけどね取られちゃいますねそうするとやりたいことと違ってあれ変わってきちゃいますかねでは里崎さんはこれからの目標というと。そうですね、まあ、僕38歳で引退しましたけど、はい、8歳から野球を始めて、はい、まあ、30年間野球ずっとしてきたわけですよ、小学校からね、はい、って考えた時に、はい、もう人生の 90% 以上は野球しかしたことないんですよね、はい、そうなりますね。で今引退してから3年経ちますけど、はい、いろんなことして楽しいんですよ、はい、あとは自分に野球以外の能力がどれだけあるのか、はい、野球以外でもどれだけ認められるのかを知りたいっていう、はい、あ、なるほど、いろんな世界にチャレンジして。そうですね、もうまさに本当に今、まあ、書籍があったりですとか、うん、こういうテレビのご出演があったり、本当にいろんな活動されていらっしゃると思うんですけど、そうですね、今一番何が楽しいです か、 どうですか。全部楽しいですけどね。だってもう、まあ、はい、テレビのね、はい、クイズ番組とか、はいはい、いろんな情報番組とか出させていただくのも、はい、今まではビル側だったのに、はい、今度は伝える側になるわけじゃないですか、うん、それって僕の人生の中になかったじゃないですか。そうですね、でも何やっても新鮮だし、はい、あと芸能人の人と間近に会えるのも楽しいし、はい、楽しいですよねじゃあ次のめくちゃいましょうカード、はいはい、では里崎さんお願いいたします。はい、あ、2人の理想の家とは。理想の家、何かこう譲れないなんかポイントとかっていうのはどうですか、ありますか。皆さん忘れがちで一番お金をかけないですけど、これはまあ僕の父親が大工さんで、うちの父親がいつも言ってるんですけど、家建てる時は内装はどうでもいいから外装はとにかくお金かけろっていう。その理由というのは、中はいつでもリフォームできるって言って。ああ、そう。壁紙気に入らなかったら壁紙変えたりとか、フローリング気に入らなかったら、まあもちろん工事しなきゃいけないけど、でもそんなの中は簡単にできるんやと。でも外は壁が、壁ね、素材とか、素材、あと瓦とか、はいはい、全部を塗り替えなきゃいけなかったりとか、やっと足場組んで、中じゃ比較にならないぐらいお金がかかるんやって。外だけは長くメンテナンスしなくてもいいように、最初お金がかかってもやっといた方が後々楽になるって言ってました。あ、じゃあもうその言葉があって、実際ご自身がお家を建てられる時もそうですね、はい、そうなんですね。では渡辺さんはいかがですか。うちも実家が建築業やってるんで、はい、お二方ともそうなんですね、はい、じゃあ家建てる時に、ね、父親に相談して、はい、したんですけど、やっぱり3回家建てないと自分の理想の家建たないって言われて。そうなんですか。じゃあ何回も家を、はい、まあ、人の家ですけど建ったことある父親にどういうのが理想の家だと、だからそのこだわるところはこだわった方がいいけど、はい、それ以外はあんまり奇抜にするよりは、はい、使いやすさ考えた方がいいよっていうふうに言われて、はい、だからもうリビングとかはこだわったのは、はい、必ず玄関通って自分の部屋行くときに、はい、顔が見えるように。あ、いいですね。玄関から直接階段2階行けるようには絶対しないことと、あとは窓全開で風呂入りたかったんで。あ、なるほど、はい、2階に水場持ってって。あ、いいですね。そうすると家的には本当は1階の方がいいらしいんですけど、はい、うん、そこだけはちょっとこだわって。スペシャルコーナー、イノベーションな物件。このコーナーではイノベーション不動産の最新の物件を紹介していただきます。案内していただくのはイノベーション不動産の戸井優さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回ご紹介いただく物件には、はい、あるテーマがあると伺ったんですが、はい、そのテーマはズバリ R30 の家
ていうテーマになってます。 R30、はい、一体どんなお家なんでしょうか。一言で言うと、30代にターゲットを絞ったお家作りをさせてもらってます。それで、例えば、50代、40代、30代っていろんな世代がいると思うんですけども、はい、その中でも30代、僕たちも30代なんですけども、はい、その30代のこうライフスタイルとか文化に合ったお家作り、アバウトな表現になっちゃうんですけども、はい、そういうものを作らさせていただいてます。なるほど、っていう感じです。楽しみですね、はい、早速紹介していただいてもよろしいですか。はい、じゃあ早速参りましょう。はい、お願いします、はい。じゃあまずはトイレからなんですけれども、はい、トイレにもちょっとした工夫がしてまして、何でしょう、はい、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、はい、失礼します。どうですか、天井がそちらの廊下側と比べて低く見えないですか。あ、本当ですね、低くなってますね、はい、実はですね、はい、R30 の家では、はい、あえて天井を低くして、その理由っていうのがですね、何でしょう、こうトイレ締め切って狭い空間で用を足して、はい、出てきた時に、はい、広く感じられ る、 あ、なるほど。そのためにあえて天井低くしてます。そういった細部にもこだわりがあるんですね、はい、失礼します。中にいて出た時、あ、確かにすごくこう開けて感じますよね、はい。あとはこちらのウッドデッキになります、はい、わー、はい、気持ちいいですね。今ちょうどダイニングの方からこうウッドデッキに出てきたんですけども、はい、こちらがリビングになってまして、はい、要するにこうリビングの窓とダイニングの窓を全部開放して、はい、間にウッドデッキがあるような形になっているので、はい、例えばこう、ね、ホームパーティーなんかを全部開放して、いい、ね、はい、もうしていただくと、こう家全体を楽しい空間にすることができるんじゃないかなということで、もうここが一つのお部屋みたいな感じに使っていただけますね。そうですそうです、このように、はい、かなり大きな吹き抜けを作ってます。本当ですね、はい。でお部屋的にはこちらがリビングになってるんですけども、はい、ここのリビングの吹き抜けのセンターにちょうど階段が来てまして、はい、でこの階段はですね、実は屋上に上がるペントハウスにもうずっと一本で続いていく形になってます。でこの吹き抜けがズドンと続いているので、はい、かなり開放的な作りになってます。本当に開放感があって明るいですよね、はい、そうです。とにかく光も取り入れて明るい作りになってます、はい。この階段のこう、はい、壁がくり抜かれているところと、はい、窓の四角とすごくなんかこう印象的な作りですよ ね、 そうですね、はい、光を取り入れるための窓だったりとか、はい、階段を狭いこう空間にしないようにくり抜いてあったりだとか、はい、そういったものもデザイン的にイメージが合うようにそうですよ、ね、はい、作ってます。続きましては2階になりますので、はい、参りましょう。はい、お願いします、はい。でこちらがバスルームなんですけれども、はい、あ、綺麗、はい、ここのお家あえてバスルームを2階に持ってきてます、はい。こういった形でいいですね、はい、この眺望を楽しみながら、はい、ビールでも飲みながらお風呂に入れるというような物件なんですけど、で、かつスピーカーがついてます。え、はい、お風呂にスピーカーですか。そうです、こちらとこちらがスピーカーになってるんですけども、はい、脱衣所の方で、はい、こちらの機械につないでいただいて、音楽を聴きながらお風呂に入れるっていう設定になってます。おしゃれですね、はい。続きまして、はい、一番お見せしたかった屋上になります。屋上、はい、楽しみです。こちらです。すごい、はい、景色がもう飛び込んできますね。そうですね、もうここの物件自体はこの眺望の良さが売りだったので、はい、もうこの R30 の家を企画するときに絶対的にこの広い屋上を作りたいなってことで始まりました。本当にこの建物の幅いっぱい屋上なんですね、はい、そうなんです、そうなんです。なかなかこれぐらい広い屋上を作ってるお家って少ないんですけども、はい、ないですよね、はい、これだったらもうバーベキューやったりとか、はい、あとお子様のプールやったりだとか、プールもいいですね。楽しいこといろいろできちゃうんで、はいはい、多目的に使えそうですよね。そうです。でかつこの眺望の良さっていう形で、最高ですね、はい、やっぱりこう屋上のある暮らしって憧れますもんね。そうですね。次のカードいきましょうか。では里崎さん、お願いいたします、はい。来季、はい、千葉ロッテが改善すべきポイント、はい、
日本球界12球団見渡してもロッテっていうのは25歳以下がもう極めて少ないチームなんですよ。ああそう言われてみればそうなんですね、はい、でそうなってくると、はいはい、だから25歳から30歳までがめちゃくちゃ多いんですよ。あ確かにそんな感じですね、はい、でもその選手たちっていうのはもうレギュラークラスになってないとおかしい選手たちがまだ期待に全く応えられてない。でもあと5年経った時にこの選手たちはもう引退の道にたどるわけですよ。30から35歳になりますからね。なるほど、はい、でも25歳以下が少ないその選手たちがいいバランスで育ってこれないんですよ。だからもうちょっと高校生を取ってその年齢の比率を上げていかないと強いチームっていうのは現時点で即戦力を必要としてないんで高校生を取るんですよ。だからソフトバンクもそうだし広島カープもそうだし、だから年齢がいい循環でバランスよく変わっていくんですよ。ああ、なるほど。このままこう進んでいくと。そうそうそう。だから強いのが長続きするんですよ。生え抜きが育っていってっていうことですね。でも即戦力ばっかりで目先の利益にこだわりすぎてもそんなに即戦力いないんで、基本的にまあ12球団で1年のドラフトで80人から100人取りますけど、即戦力になるのはそのうちの1割だけですから。っていうことは1チーム1人いないんですよ。なるほど。そう考えるとやっぱりしっかり育っていかないと、はい、まあ、地盤がしっかりと築けないんで、うん、まあ、あとはもう外国人ですよね。あ、だから正直、はい、あの2018年、はい、あのいきなり飛躍は正直僕は無理なんじゃないのかなと思ってますね。今お話を聞いてらして渡辺さんも深くうなずいていらっしゃいましたが、結局選手だと思うんですけど、うん、あのその選手たちがどうやったらやりやすく同じ方向向くかっていうところでいくと、はい、あのロッテってチームの色っていうのが、はい、あの毎年ちょっとずつ変わって、うん、このチームはあのこういうチームですっていうのがないんですよね、はい。もし監督だったりチームの編成の方がやれるとすると、はい、そういうところを改革していって、そろそろ千葉ロッテっていうのは監督が変わっても、はい、うちのチームは変わらないんだよって柱が、はい、うん、できてきてほしいなと思ってますけどね。では次のカードに参りましょうか。渡辺さんお願いいたします。じゃあ、はい、ここで、はい、WBC& ロッテ優勝秘話。あ、出ましたね。今日はあのチャンピオンリングもお持ちいただいているんですね。そうなんですよね。佐藤が忘れちゃったんで、はいはい、もう完全に忘れましたけど、でもまああるんで、はい、もう一緒のやつが ね、まあ、まあ2個あるか1個あるかと違ったんで、じゃあ大丈夫です、ね、じゃあ大丈夫です、ね、横に名前がね、あるかと名前が入ってますけどもね、はい、それ以外一緒なんで、優勝秘話ぜひ、もう今日はバッテリーのお二人が揃ってるということで伺いたいんですけれども、こんなに WBC が盛り上がるって、はい、うん、最初東京で予選やってる時思ってなかったんで、はい、そうなんですね、はい、一番驚いたのは帰ってきた時の盛り上がり、はい、浦島太郎状態ですよ、うん、帰ってきたら、だ今みたいに SNS が発達してない時ですから、はい、アメリカに行ってしまえば日本の情報全く分からなかったんですよ、はい、優勝した夜も、はい、なんか食べたいねって出てったんだけど、ね、はい、まあ、日本の感覚でいくと、はい、ナイター終わってからご飯食べるとかあるんですね、美味しいもん期待して出てったんですけど、はい、まあ、パスポートも持っていかなかったら はい、お酒も買えなくて、あ、そうなんですね、ビールので乾杯もできないからって、はい、トレーナーが自分のなんかパスポート出してくれて、はい、それで購入して、はい、でつまみがないねって、はい、でカップラーメン買って、そうなんですか、はあ、全然なんかみんなが初めてだったから、はい、そういうなんかこうもんだと思う、はあ、もんだと思うし、はい、何もみんなわからないままやってわ、はい、からないまま世界一です。そうだったんですね、はあ、もう正直個人的には、はい、もう1ラウンドアジアで勝って、はい、アメリカ行けたことで、はい、もう役目果たしたと思ってましたから、ね、満足みたいな、僕はね2006年の時は、ね、アメリカまで行ったらもう役割果たしたやろうっていうあのそんな、はい、優勝でうまくはいかないぞと。だってアメリカのあの時だって、はい、ジーターも出てたしエーロットも出てたし、はい、それはもうアメリカ行って満足してたら、はい、気がついたら世界一ですよ。もうすごいことですよね本当に。もう世界一のおかげでね今も仕事できますから、はい、様々です。でも私思うんですけど、当時のそのマリーンズってやっぱりお一人お一人のパワーがすごいあったんじゃないかなっていうのを感じるんですけど、いい意味で、はい、そのなんかこうはっちゃけててっていうのがあったけど、はい、だからあのバラバラになるのも早いんですよでもガーって集まった時のエネルギーはすごいです。そうですよね、はい、それが許されるなんか雰囲気が、はい、あの時はあったんで、だボビーが監督っていうのも大きかったですよね、はい、そういう個性が活かせれるも、はい、だから環境的には良かったですね。渡辺さんはこの優勝後っていうのはいかがですか。あのね、だから最初はちょっと勘違いしましたよね
僕でもね、はい、天狗推奨派なんですよ。あ、推奨派、はい、天狗でもいいやんと思ってるんですよ。いやでもそうですよね、だってやってきたんですから。そうそうそう、天狗になって怠けちゃダメなんですけど、うん、天狗を突き詰めたら、ね、大天狗だったら、はい、ね、力あるんですから。大天狗いいですね、はい、確かにそうですよ。小天狗はダメなんです。さあ、お話はつきませんが、いよいよ最後のカードになります。では今度は渡辺さんですか。はい、お願いします。あ、なりたい。お、将来監督になりたい。監督の仕事って選手が出てからの作戦だったり、スタメンを決めたりとか、はい、そういう野球のなんか頭脳労働というか、はい、ことになるんで、そっちには僕そんなに興味ないんですよ。ああ、そうなんですね。プロ野球の監督の仕事って、はい、選手を育てるっていうことからは少し遠いので。ああ、言われてみればそうですね、はい、はい、多分あんまりイメージできないですね。あ、そうなんですね。では里崎さんはどうですか。うん、やってあげてもいいっていう。あ、大天狗がちょっと出ましたか。大天狗、いや違うんですよ、あの何ですか。はい、こっちも条件あるから、僕の条件を飲めるんだったらやってもいいよっていう、はい、別にそれが飲めないんだったらそこまでしてやりたくないっていう、はい、それはまあなぜかっていうと、はい、まず今はこの評論家解説者っていう立場からもうありとあらゆる矢を打ってるんですよ。でも打ってるやつがいざユニフォームを着ると360度から今まで打った矢の何倍もの矢が飛んでくるんですよ。帰ってくるわけですね。で、それは理解してるんですよ、はい、だから別に帰ってくるのはいいんですけど、それだったら全て自分の思うようにやらせてくれっていう。なるほど。それができないのに、はい、まあ、いわば檻の中に入れられて、うん、その中で自由に過ごしていいですよ、はい、じゃあ僕のやりたいこともできないし、良さがね、はい、それで結果が出なかったとして、はい、360から批判されるのも割に合わないじゃないですか、うん、確かにそうですね。だ、やりたいようにサバンナでやりたいようにやらせてくれてで結果が出なくて文句言われる分には全然大したことでもなんでもないんですよ、うん、なるほど。もうまさにこの優勝を経験したこの時代のマリンズ選手の皆さんがこう指導者になってくれたり監督になってくれたらってやっぱりファンの皆さんきっと思ってますよね。いや、それはですね、こっちに言うわけ言うんじゃなくて、はい、球団に言わなきゃいけないですよ。そうですね、皆さん、はい、もうそもそも条件なんとかって言ってますけど、はい、電話もかかってなかったら条件も言えないですからね。そうですね、今は何も言えない、もう電話もなんないですから今そもそも多方面でご活躍ですからね。だからさっさきコーチやんないのかよ、なんとかやんないの、監督やんないの、はい、やんないんじゃないんですよ、電話が鳴ってないんですよ。いろいろとお話を伺ってまいりましたが、そろそろお時間になってしまったということで、はい、イノベーション対談はここまでになってしまうんですが、あの対談を終えてみて、普通に酒飲んでても同じような話なると思います。そうなんですね、はい、あと、まあ相手が誰でも僕の答え変わんないんで、はい、なるほど、一貫してますもんね。でも本当に楽しいお話を伺うことができました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、ではこの後、里崎さんと渡辺さんが考えるイノベーター像を発表していただきたいと思います。今日は特別に里崎さん、渡辺さんとキャッチボールをしたいというイノベーション不動産の方々に来ていただきました。皆さん、千葉ロッテファン、プロ野球ファンです。あ、ごめんなさい。お願いします。ビビりやな、ね、じゃあ大丈夫ですね。じゃあ大丈夫、かじってただけです、かじってただけです。わ、大丈夫だ、いけるいける、まあ、一番怖いのは冒頭って後ろのベンツに当てることです。後ろのね、早いですね。ありがとうございました。はい。お。皆さん、キャッチボールを終えてみて感想いかがでしたか。すごい楽しかった。もう夢のような時間でしたね。そうですね、はい、いかがでしたか。いや、そうですね、キャッチボールも久しぶりでしたけど、久しぶりのキャッチボールでこんな、あの
スタートキャッチボールできるとは思ってなかったので成功です。そうですよね、はい、どうでしたか。光栄です。光栄ありがとうございます。お二人が思うイノベーター人物、どんな人物でしょうか。でもその中では、さあそれではいよいよエンディングとなりますが、お二人が思うイノベーターな人物、どんな人物でしょうか。まあそうですね、はい、まあ好奇心を持ってそれをどこまで行動力として変えれるかっていう人ですよね。なるほど。まあ好奇心持ってもなかなかそれを行動に移せない人って結構いるじゃないですか、はい、それをしっかり行動に移せるかどうかがポイントなんで、はい、でもその中では好奇心っていう楽しみとか面白さをどこまで持ってるかっていうところで夢が広がると思うんで。ああ、もうまさに今日の里崎さんのお話から感じることができました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では渡辺さんいかがですか。そうですね、僕にとってそう思う人っていうのはその人の能力を最大限に生かして突き抜けていった時にそれがオリジナルになって周りからはイノベーターだと言われてる人たちかなっていうふうに思うので、まずは自分がどんな人間か知ってそれを最大限伸ばしていくことに突き詰めていく人かなと思います。やっぱりこうご自身で芯を持ってるというところが大事なんですかね。そうですね、今日は素敵なお話をお聞かせいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは最後になりますが、イノベーションな男たち、ゼロから1を生み出す力、元 WBC バッテリー対談、以上です。またどこかでお会いしましょう。